朗報、久保建英さん、メッシ以来史上2人目の記録を作る。スペイン紙速報、開幕から4試合連続の MOM はリーガ史上2人しかいません。これは久保が来季は別のクラブにいることを示唆しているでしょう。おいおいやべえな、今日は2ゴール1起点1オンボール誘発、2点目やばすぎやろ。ガチでレアル、マドリータ家爆誕や、久保ランソシエダ降格圏やろこれ。日本人が当たり前のように結果を出す時代が来たか。レアルいけるやろ、ロドリゴよりはさすがに上だわ。チナイマの得点関与ペースでもクリロナは超えられない模様。久保今年は10ゴールいけそうだな。ダビド・シルバさんも草場の陰から喜んでるよ。